こんにちは、感激 YouTuber のゆきのです。今日はですね、こちら2021年のレミゼのキャスト発表がありました。続投あり、新キャストありということで非常に楽しみなんですけれども、その中でもですね、今日は新キャストの方々をご紹介したいと思います。今後絶対にミュージカル界で活躍するであろう注目の方々もいらっしゃいますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じでですね、私はミュージカルを中心に感激に関することを発信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速新キャストのご紹介始めていきます。まずテナルディエ役に六角精児さん、みんな知ってる大人気ドラマ相棒の鑑識米澤守役で知っている方も多いと思います。私はですね、去年シラノドベルジュラックっていうミュージカルではなくて舞台の作品で出演されていたのを拝見しました。かなりですね、個性を表して面白い役で出てらしたんですけれども、今回もですね、個性を活かせるような役なのでとっても楽しみです。続いてマダムテナルディエ役にジュリ咲穂さんです。ジュリさんはですね、宝塚出身で元男役の方なんですけれども、関西弁ゴリゴリですごく面白い方なんですよ。なので、宝塚の時代からね、トークショーだったりとかで結構面白キャラっていうイメージが私の中ではあります。直近で私が見たのはキューティーブロンドでちょっとセクシーな指導をする美容師さん役をやってたんですけど、そんな感じでね、面白めの個性を活かせる役どころっていうところで、ジュリさんのマダムテナルディもオリジナリティを出していけるんじゃないかなと楽しみにしてます。続いてコゼット役新キャストはお二人いらっしゃいます。まず加藤リリカさんですね。で、彼女はですね、花より団子のミュージカルで牧野つくし役、つまり主役を演じた経験もありまして、子供の頃からミュージカルを中心に舞台で活躍をされてきた方です。今年はですね、サンセット大通りでアンサンブルの出演もされています。すごく可愛らしいルックスなんですけど、私が去年見た愛おしき僕の時代っていうミュージカルとかですね、タップダンスも披露されていて、踊りも得意な方なんですよ。なので、歌だけでなくダンスも得意なコゼットっていう感じなんですけど、残念ながらね、コゼットほぼほぼ踊らないので、今後の活躍の幅が広い、ミュージカル俳優さんなんじゃないかなと楽しみです。そしてコゼット2人目は敷村美優さんです。この方はですね、大阪音楽大学の短期ミュージカル部を卒業されていて、ミュージカル座の姫ゆりにも出演された経験をお持ちです。で、その姫ゆりはですね、戦争をテーマにした結構重めのミュージカルなんですけれども、その中でもすごく歌唱力が必要とされる役どころを演じられていて、かなりですね、その音楽のことを勉強されてきたっていうこともあって、歌唱力に注目っていう感じのコゼットかなと思っています。続いてアンジョルラス役の新キャストは木之内賢人さんです。こちらの方はですね、小学生の頃からミュージカルスクールで学ばれていて、高校ではですね、海外に留学もされていたそうで、小さい頃からね、頑張ってミュージカル俳優になったっていうような方ですね。舞台を中心に活躍されてるんですけれども、最近だとミュージカルだとタイタニックだったりとか、テンポ12年のシェイクスピアなんかに出演経験があります。新しいアンジョルラスということで、すごく楽しみにしています。続いてですね、私もそうですし、結構ね、私の周りもすごく注目している方なんですけれども、マリウス役の竹内正人さんです。この方はですね、井上芳雄さんとか石丸幹二さんと同じ東京芸術大学を卒業されていて、さらにロンドンの王立音楽院、なんかそれを英語で言うとロイヤルアカデミーオブミュージックっていう、なんかものすごくエリートしか行けないような学校も卒業されてるんですね。日本ではですね、今年のアナスタシアでデビューをされています。で、イギリスの方でもウエンツ瑛士さんと一緒に二人芝居を経験をされていたりとか、あと小さい頃にはですね、ヤングシンバも経験されてるので、もう筋金入りというか、もう子役時代から注目されて、さらに大人になってもものすごく勉強を重ねっていう方で、あとですね、レミゼラブルの素人の方々が出るのど自慢大会みたいのがあったんですけど、それでですね、賞を受賞したりっていう経験もあるそうで、もう私の周りの方がすごく推してて、で、私も全然知らなかったんですけど、めっちゃ
楽しみっていう感じです。で実際じゃあ竹内さんの歌声聞いてみたいっていう方今すぐ聞けます。はい、竹内さんですね、 YouTube のチャンネル持ってらして、自粛中にですね英語でいろいろね撮影してメッセージをこう発信したりとかもされてるので、リンク貼っておきますから、ぜひねそちらで見てください。はい、で完全な新キャストっていうのは以上なんですけれども、生田絵梨花さんがですね2017年19年とコゼットを演じていたんですが、次はですねエポニーヌを演じられるっていうことで、まあ、すごいキャラの違う2人ですから、まあ、すごくねお嬢様な役が多かった生田絵梨花ちゃんがこうどんな変化を見せるのかっていうのはねすごく楽しみにしたいと思います。でさらに、復活されたキャストさんが2人いらっしゃいまして、判定の役の和音美桜さんは前回の2019年は出てないんですけれども、その前の11、13、15年でファンテーヌやられていて、元宝塚の方なので、あの、ね、すごく歌うまい方なんですよ。楽しみにしていてください。でそしてマダムテナルディの谷口優奈さんはですね同じで、前回は出てないんですけど13年と15年に同じ役で出演経験がある方なので、この方も安定してね、あの面白いマダムテナルディを見せてくれると思います。はい、というわけでですね、新キャストをご紹介していきました。前回の2019年の公演で大きくキャスト変更があったレミゼラブルなんですけれども、ジャンバルジャンのシュガーさんとかジャベールの上原リオさんとか伊礼彼方さんとか、もうまだまだ見たいっていう風に思う方の続投もありつつ、新キャストも迎えつつっていうことですね、まあ、めちゃめちゃ楽しみです。もう本当にね、キャスケをどうするかっていう問題はこううちらにとって本当に超重要事項なんですけど、ちょっとねこの新キャスト以外の方々のご紹介っていうのはまた別の動画でね出したいと思いますので、取り急ぎ新キャストさん、ちょっと名前ねあんまり聞いたことなくてどういう人なんだろうっていう風に思った方、参考になったら嬉しいです。新キャストさんのですね、私が知らなかった情報とかも皆さんの方がよくご存知だったりもしますので、ぜひねこの方はこういうところがいいんだよみたいな情報を知ってる方いらっしゃいましたらですね、ぜひコメント欄の方でアピールの方よろしくお願いします。はい、それではですね最後まで動画ご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。皆さんチャンネル登録は完了してますでしょうか？ Twitter と Instagram もやってますのでフォローもよろしくお願いします。あと17っていうライブ配信アプリでたまに配信しています。直接お話ができるのでぜひそちらのアプリもダウンロードして私のことフォローしてくださいね。よろしくお願いします。